それではね、2ステップのレクチャーをしていきたいと思います。2ステップもこのジャンプのリズムで覚えると覚えやすいので、こっちのリズムでちょっとやりたいと思います。最初に1回目のジャンプで曲げて蹴ってついて後ろ、さっきの曲げてキックするところまではポップコーンと同じですよね。曲げて蹴る、でこのままついちゃう、で後ろに1回ピョンって飛ぶ、曲げる蹴るつく後ろ、ちょっと早くしますよ、せーの、曲げる蹴るつく後ろ、そう、これをまた反対も同じように、曲げる、じゃあ曲げる蹴るつく後ろってきたら、反対も曲げる蹴るつく後ろ、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 うん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 っていう形になります。細かく分けるとこうなるんですが、ざっくりでいくと1、2、1、2、2動作で踏めるステップなんで、2ステップっていうステップです。でこの2ステップっていうステップがすごくコスパが良くて、1個覚えると応用がすごい効くんですよね。今キックして足を変えて後ろにつきます。これで普通の状態になるんですけど、これもダンサーさんとかによってはキックして斜めに置く人、そう、キックまでは一緒だけど置く足を変えるだけで、まっすぐに置いたらこうなるし、キックして横に置く、さらに一番かっこよく派手に見えるのが、キックしてからこの上げた足を半回転後ろに置きます。上げて置く、キックして上げて置く、キック、こうすると同じステップでもすごくね、なんか派手に大げさに見えませんかっていう風に、一個のステップなんですけど置く場所を変えるだけでいろんな風に見えます。なので一番大事なのはタイミングと、ちゃんとしっかり曲げてキックしてついて後ろに、横から見ると体がちょっと、ポップコーンの時は直立だったんですけど、後ろにちょっと体重を乗っけてやる、前にキックして後ろにちょっともたれる、でこれも同じようにつく足が横になれば横にもたれてやる、キックしてもたれる、キックしてもたれる、キックしてつく方の足に体重をかけてあげると、よりかっこよくというか雰囲気がね出るので、やってみてください。ちょっと混ぜてやってみますね。キックして正面2回ずつやります。横に行く、そしたらまた半回転半回転で最後にターンとか入れるみたいな、ですると1個のコンビネーションが出来上がるのと、これもさっきと同じようにポップコーンと同じリズムが、この極端にやると、っていう風に全部リズムがトン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 のリズムで踏めるステップになるので、基本的にリズムがすごく取りやすいので揃いやすいステップになります。なんで大人数で踊ったりとかするときにこれもおすすめのステップです。なんであとおすすめは2回同じ方向を踏む、多分1回2回1回2回って踏んでもいいし、すごく応用が効くシンプルなステップなので、ぜひぜひ皆さんのオリジナルの2ステップとか作ってみて、ちょっと遊んでみてください。以上です。